どうもスリカスイミングのスリカです。本日の動画はクロールの手の使い方について詳しくご紹介をしていきます。撮影会の方の映像をもとに解説をしていきます。9月のイベントは残りプライベートレッスンのみとなりました。まだまだ予約受け付けておりますので、ぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。では今回はこちらの方の映像をもとに解説をしていきます。こちらの方は私は見るのは初めてですね。結構姿勢は安定してて、キックもすごい綺麗ですね。ではスローにして見ていきます。こちらの方の姿勢はもう結構安定してますし、ちょっと頭のブレは気になるかなぐらいですけど、視線のブレをなくせば姿勢に関して言うことは特にないですね。あとキックも綺麗に打てているのでいいと思います。問題は手の書きというか手の使い方になりますね。で、結構ちょっとしたコツというかポイントなので、どんな方にももうすぐ使えると思います。もう初心者だろうが上級者だろうが誰でも実践できますので、ぜひやってみてください。さあ、その直すべきポイント一体どこでしょうか。わかりますか。これはそうですね、男性女性も関係なくやりがちではある、知らない方はやっぱりやっちゃうかな。水をたくさんかきたいっていう思いが強くなるとやっちゃいますね。水の難しいところって、その力加減が弱すぎても良くないし強すぎても良くない、もうそのいい塩梅を見つけなきゃいけないんですけど、それが見つかるまでがちょっと大変ですよね。はい、わかりますかね。ここですね。ここが多分今一番見やすかった。あ、ここも見やすいですね。さあ、結構なヒントなのでだいぶ分かった方も多いんじゃないでしょうか。この後私の映像を見ていきます。今回は手に注目して見てみてください。はい、では私の映像になります。そうですね、やっぱ違いますね。私も一緒だったらどうしようかと思っちゃったけど違ってました。ではスローにして見ていきます。本当にもう誰でもすぐその場で直せるので楽です。ここですね。ここまあ腕ではないですね。今回は手、とにかく手で、意外と皆さんなんか軌道とか肘を立てるとか気にしますけど、もちろん大事だけど、それ以前にまずここをやっといた方がいいよねっていうポイントになります。次でもう一度撮影会の方の映像を流して答え合わせをしていきます。はい、ということで正解を発表していきます。正解は手のひら、ちょっと丸みを帯びて水をかいた方がいいですということです。こちらの方のちょっと指先注目して見ていただきたいんですけど、若干指先にかけて反ってるんですよ。で、人間の手ってさすがにこう力を入れて拳を作って水をかく方はいないと思うんですけど、こうパーの状態で手全体に力が入ると指先にかけて反っていくんですね。で、そうすると水を捉えることが、できなくなってしまう。ちょっとは水かけるんですけど、水が捉えにくい手の形になってしまうので、ちょっとだけ丸みを帯びる、バスケットボールを握るようなイメージでやった方が水は捉えやすいです。ちょっともう一度こちらの方の手スローで見ていきます。
おそらくこの方はね、力が入ってるんだと思います、手全体に。だからもうちょっと手の力抜いて、で丸みを帯びた手の形にした方がいいです。力加減も強すぎると結局水かけなくなっちゃうんで、ある程度柔らかい方が水はつかみやすいです。ここで今手入水して、その手がちょっと反ってるのが分かりますかね。ちょっと見にくいかな。本当にちょっとなんですけど、であと、まあ、プラスで言うんだったら親指以外の4本の指ちょっと今離れてるんですけど、ある程度くっつけた方が水は捉えやすいです。はい、ここですね。ここすごい反ってるの分かりますね。であとちょっと手首もね、反り気味になってるので、手首もちょっと曲げてあげるといいですね。やっぱ力が入るとこう反る方向にどんどん働いていくので気をつけてください。はい、ということで、まあ、もう一度私の映像を見ていくと、手のひら若干丸みを帯びてるのがわかるかなと思います。まあ、そんなにねすごい丸を作らなくていいんですよ。そう、野球ボール持ってるぐらいの丸みじゃなくて、ちょっと緩やかなカーブを描いてる方が水は捉えやすいです。あとは手首をちょっとだけ角度つけてあげると、なお水をかきやすくなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、これは初心者の方でも上級者の方でもやりやすいクロールのコツだと思うので、ぜひやってみてください。ということで本日の動画は以上になります。ぜひプライベートレッスンの枠空いておりますので、受けてみたいなという方はこちらの動画の概要欄からチェックをしてみてください。はい、ということで今日は撮影会でしたね。ご参加された方ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。